最初にお買い上げいただいたビッグドラムの特徴と運転動作について説明します。ビッグドラムはドラムが回転し、洗濯物を持ち上げては広げて落とす叩き洗いで、洗濯物を傷めずしっかりと洗います。ビッグドラムは少ない水で洗います。少ない水に洗剤をよく溶かし、高濃度の洗剤液にして洗濯物に浸透させ、きれいに洗い上げます。少ない水のため、洗濯物からの色落ちなどがあると、その濃度も濃くなり、色移りや黒ずみが目立ちやすくなることがあります。洗剤やソフト仕上げ剤を入れすぎると、色移りや黒ずみが発生しやすくなりますので、使用量は取扱説明書に従ってください。また一般的にドラム式洗濯乾燥機は水平方向に回転する縦型の洗濯乾燥機に比べ、洗濯物が停止時にドラムの下部に集まり、脱水の起動時に洗濯物のバランスが取れていません。そのため脱水の起動時にはドラム内に洗濯物を均等に分散させる必要があります。均等に分散させるため、まずドラムをゆっくり回転させ、絡まっている洗濯物をほぐします。洗濯物をほぐしたら、ドラムの内側に洗濯物を均等に分散させてから、回転数を上げて脱水運転をします。ドラムの一定方向の回転中にバランスが取れない場合は、再度ドラムをゆっくり回転させます。それでも不十分な場合は、水を入れて洗濯物をほぐす運転をします。水を入れて洗濯物をほぐす運転をしてもバランスが取れない場合は、異常振動を防止するため運転を中断します。運転が中断したときは、表示とブザーでお知らせしますので、後ほど説明する偏り修正運転の手順に従って偏りを直してください。以上で説明した脱水の運転中には、本体の振動や音が大きくなることがありますが、故障ではありません。